日本近畿地方和歌山県海藻群和歌山県海藻群の範囲地図海藻群は和歌山県の群人口8066人面積128.34トル、人口密度62.8人 km 次の一町を含む海藻振興局かつて和歌山県議会で海藻群選出議員が強大な勢力を誇った それゆえ、階層罰と呼ばれ、道軍内への旧正中学校の設置を求めたり、軍部の和歌山市への編入に反対したりするなど、県政に非常に大きな影響力を持った。1896年に行政区画として発足した当時の軍域は、下記の区域にあたる。なお、現在の軍域は、全域が1951年に長軍から編入した区域である。 1、楠木の危険村2、野崎村3、松江村4、岸村5、山口村6、紀伊村7、直川村8、川永村9、有う村10、宮村11、なるかみ村12、岡町村13、中か島村14、岡崎村15、三田村16、宮前村17。 清和助村18.24、加合村19、和佐村20、安原村21、君寺村22、日方町23、内海村24、大野村25、亀川村26、黒江村27、辰見村28、西山東村29、東山東村31、木本村32、西脇野村33、加田村34、 埼玉村35、若村36、西賀崎村37、港村38、鴨村39、大崎村40。 塩津村41、下津町42、小小村43、神木村74、中の神村75、南の神村76、東の神村77、北の神村78、小川村79、上上の村80、下上の村81、猿川村82、長瀬も、原村83、新国村84、滋賀の村85、細野村、 和歌山県市人物による、ありがとうございます。